楽楽ゴー,ゴー、とは CS 放送日テレプラスで2012年1月8日から夕方に放送していた落語演芸番組である。焦点ジュニアを放送してきた日テレプラスの新しい演芸番組。2012年1月8日に放送がスタート。番組冒頭におけるナレーションは日本テレビアナウンサーの辻岡義堂が担当。収録は第一回から第十回は 横浜にぎわい座で第11回以降は深川江戸資料館小劇場で昼に行われている。毎週金曜日の16時45分から17時15分、出演落語家は若手、中堅中心で主に2組出演し、毎回週替わりで古典落語を演じる。2012年3月4日に BS スカッパーで放送。春風亭翔太による古典落語、 坪さんと柳谷京太郎による新作落語ハンバーグができるまで翔太と京太郎の二人による特別対談ナイツによる寄せリポートお笑い芸人から落語家に転身した世界の鍋厚子とカツラサンドによるインタビューの四部構成で放送後に日テレプラスでも同年6月3日に放送また6月10日にはナイツのリポートに未公開映像と加えた 楽ラクラクゴーゴーナイツの浅草スペシャルを6月17日には翔太と京太郎による対談にも未公開映像と加えた楽ラクラクゴーゴー翔太と京太郎でスペシャルを放送した。2013年9月29日から落語家2名が共演する二人会スペシャルを放送。出演落語家二人による落語とトークを放送する。2014年5月4日に 日テレプラスで5時間55分にわたって落語関連番組を放送する楽々ラクラク555と小坂井和樹がメイン MC を担当し日テレプラス寄せチャンネル TBS チャンネルが共同制作を行った贅沢な落語会の一環として放送された春風亭翔太による新作落語人生が二度あればと林家太平による古典落語 明けガラス、小坂井さんを交えたの落語トーク、特別ゲストにナイツを迎えた、特別企画、落語予備校の3部構成で放送。ありがとうございます。